アプダのてんぺんいただきます。さあ続いて、はい、何をやるんですか古川先生。次はですね、腰割りをやっていこうと思いますね、大事な腰割ったけど気合が入っちゃいましたが、腰割りでございます。はい、はい、こちらも股関節がね、あの大事になってくるんですけれども、はいはい、じゃあちょっとやりながら、じゃあ想像お願いします。お願いします。手足長いから分かりやすいね。そう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 、うん、まずですね、あの、はい、足をちょっと大きめに開いて、つま先もちょっと外を向けます。はい、そして膝を曲げて、腰を落とします。そして肘をついてですね、ゆっくりゆっくり左右に揺らします。ゆらゆら、だんだん悪態ついてきてるから、これ無理のない程度に皆さん、はい、いい位置でやってくださいね。これも股関節、はい、股関節のストレッチだったり、ストレッチとかをしながら、あのトレーニングにもなりますの で、 です、ね、まあ、だからちょっと無理にいきなりやりすぎますとですね、あの痛めちゃったりとか、うんうん、筋肉痛になったりとかしますので、はい、あの自分のペースに合わせてやっていただけたらなと思います。はい、ちなみに、はい、あの横から見ると、どうなってるか、はい、お尻が雲みたいな。それはわざとじゃん。プリン。こんな感じですね。なるべくこう横に移動するみたいなイメージ。はい。はい、持っていただけると、はい、で、いけるなと思う方はちょっと深くやってみたり、足をちょっと広めに開いてみたり、広めてみたりね、大きめに、大きめ、大きめに左右って言いたかったんだけど、こっち向いちゃってるからね。じゃあ前向きましょう。はい、大きめに右左に移動してみたりしていただければ。そうですね。どうですか、サホさん。聞いてますか、股関節に。聞いてますよ。聞いてますか。股関節を抑えないでください。これで股関節がまたちょっと柔らかく、はい、柔らかくなりますし、トレーニングもできるという、はい、をやっておりますので、はい、ぜひ腰割りもやってみてください。はい。